サムチンどうしたの？シュー、ちょっと失敗しちゃったから捨てて。天然の顔面パックじゃない。かなり効果があるのよ。うぅ、臭いよ。まあ、何でもいい匂いがするわけじゃないからね。綺麗でいい香りのおもちゃだったら知ってるよ。本当？じゃあ見せて。こんにちは。今日の開封は私にとってもサプライズなの。シュー、準備はいい？もうすぐだよ。緊張してきちゃった。連れてきて。ダメだよ。まずは目を閉じて。わかったわ。気に入ると思うよ。いて。失敗しちゃったみたいね。失敗しちゃったから直してくれる？ちょっと待って。これで OK。じゃあ見てみよう。プープシーキューティーユニコーンだって。頑張ったけど、ちょっと失敗しちゃった。でも気に入ったわ。前から欲しかったの。ちょっと見てみよう。6種類のおもちゃがあるみたいね。今日は6種類全部開けるんだ。興奮してきちゃった。ヘアスタイルを変えられそうね。サムチンにお願いするわ。それにそれぞれ違った香りがするの。シュー、美味しそうな香りがするよ。グミベアや誕生日ケーキみたい。そうよ、サムチン。感情を表しているの。今日はどの気分？サプライズを気に入ったのが嬉しいというのはどれに当てはまる？それだったらペネロペプラウンだね。この子は魔法を誇りに思ってるみたいだから。うん、僕みたいなタイプだね。じゃあ開けてみよう。そうね。なんか自信がついた気がするけど、この子に影響されたみたいね。このちっちゃなユニコーン、すっごく可愛いと思わない？名前もよく合ってるね。ピンクで可愛いし。でも紫色と白も混ざってるわ。まつげも本物っぽくてすっごく可愛いと思わない？金色でキラキラの角が気に入ったけど、僕にも似合ってる？もちろんよ。この金色の蹄鉄を見て。小さな星のマークがあるわ。どんな香りがするんだろう。バブルガムの匂いだ。すぅ、催眠術をかけられちゃった。サムチン、目を覚まして。まだ始めたばかりじゃない。この子の目を見て。小さな宇宙みたい。好きになっちゃったのね、サムチン。魔法を持っているのも確かね。この翼を見て。シュー、クリスタルの蝶みたいで綺麗だね。でも蝶には綺麗な髪が生えてないわ。この櫛で溶かしてみようよ。見て、櫛の色はお揃いのピンクだわ。サムチン、この子の髪をスタイリングしてあげて。必要ないよ。すでに完璧だから。じゃあ次のユニコーンを開けてみよう。ねえ、サムチン、どんな気分？ははん、ヤッホー、へへへん。じゃあこの子にしよう。ジージーギグル。シュー、なんでこの子を開けたいってわかったの？笑っている時に顔を隠しているように見えたの。かわいい。この子の前髪はちゃんと溶かしてあげなきゃ。じゃあサムチンにお願いするわ。それぞれのユニコーンが違った髪型をしてるって気づいた？ジージーギグルのポニーテールは完璧。できたよ。うまくいったわね。どんな香りなのかな？キャンディーの香りがする。なんて書いてあるんだろう。またやっちゃった。みんなを笑わせちゃおうだって。シュー、このカード切り取れるって知ってた？本当？試してみよう。うわー、ベースボールカードみたい。ペネロペのカードも切り取らなきゃ。シューのソウルメイトを見つけたよ。見て。うわー、この子の名前もスージー。ニコニコしてる。いつも明るい虹を見てるみたい。じゃあ見てみよう。ポニーテールになってる。シュー、僕のことも見て褒めてよ。サムチンはいつも最高だってみんな知ってるはずよ。でもこの子にはかなわないよ。可愛い耳を見て。
誰にでも違った美しさがあるものよ。みんなもそう思ったら高評価してね。パイナップルの香りがする。いい匂い。しっ、スー、秘密を知りたい？うん、じゃあ教えて。スージーサンシャインはかなりレアだから、すっごくラッキーだったね。うわぁ、そうなんだ。じゃあ次のユニコーンを選んで。今回はスーが選んでくれない？じゃあ次はジェナ・ジッターズ。この子は自信がなさそう。元気づけてあげよう。ジェナ・ジッターズって最高だよね。ミントグリーンの髪が最高。どんな香りがするんだろう。甘くて美味しそうな香り。スー、これとジェニーのカード交換して。誰かさんは気に入っちゃったみたい。ねえ、これ見て。暗闇の中で光るみたい。やばい、それってスーパーパワー？ユニコーンの友達を紹介してあげればリラックスできるはずだわ。なんてこった、もう2つしか残ってないの。もっと見たいのに。大丈夫よサムチン、まだあるから続けよ。サムチン、次のユニコーンを選んで。オッケー。あれ、一つしかないけどなんで？もう一つあるわよ。スポットライトに当たらなくても幸せだって。このシャイなユニコーンに会いたいからすぐに開けて。じゃあ開けるわよ。この子の名前はシャノンシャイ。この子にも翼が生えてる。本当？ペネロペも喜びそう。この子も翼が生えてるって翼の形は違うけどね。トンボの羽みたい。紫色ですっごくクール。スーはどっちの翼が好き？うん、わかんない。でもこの色は髪にぴったり。ああ、バイオレットのストランドも入ってておしゃれだわ。すっごくいい匂い。どんな香りだかわかる？櫛もついてる。今回は銀色。フィーフィーフラズルドが待ってるよ。トラブルメーカーだと思ってるかも。わかったわ。サムチンと共通点があるのね。でもそれは 98% だけだし、僕は虹を吐かないよ。サムチンもこの子と一緒で面白いわね。ツインテールがいいわね。うわぁ、キラキラな虹、僕も欲しいな。うい、外れないよ。うん、あげたくないみたいね。どんな香りなんだろう。うん、美味しそうな匂い。みんなも嗅いでみて。フィーフィーは虹を貸してくれないけど、髪をスタイリングしてあげるよ。小さなイヤリングを壊さないように気をつけて。イヤリングしてるのはこの子だけだよね。とってもユニーク。うん、紫色の髪から銀のひづめまで全部気に入っちゃった。スー、まだこれ見てないよ。面白い。手紙の空白を埋めるんだわ。元気？私の名前はスージー。もちろんスーと同じ名前。さすがサムチン。私がどう思ってるかわかる？うん、答えはピンク。はい、書いて。うん。そして感じるってことは、ここは感情だからにこやか。うん、ここはズボンをなくすって感じかな。なんてこった、そのうちにその話を聞かせてね。わかったわ。もう一匹の可愛いユニコーンは？もちろんフィーフィー。シュン、次は僕に言葉を選ばせて。次はベストフレンド。この子のベストフレンドは、わかった、虹色のケーキを食べるだと思うよ。それってサムチンのことじゃない。次の言葉は素晴らしい。よし、みんなで食べられる。わかった、もっとだ。甘いもの好きね。最後の部分はよし、これで最後はかなり魅力的。動画を止めて読んでみて。最後におもちゃをもう一度見てみよう。
サムチンはいろんな感情を感じてるみたい。僕もユニコーンの表現力が欲しいんだ。そうね、感情の表現が上手よね。すっごく可愛いし、いい香りがするしね。今回の開封では全種類集めてみたけど、気に入ってもらえた？高評価とチャンネル登録もよろしくね。見てくれてありがとう。バイバイ。バイバイ。